こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。シモです。はい、旅からやっと戻ってきました。ただいまです。ただいまです。お疲れ様でした。ということでね、うん、この車の中で1ヶ月間生活をしてみたんですけど、やっぱり作ってみた時とは全然違くて、やり直したいなって思うところが結構出てきました。なので次の旅に出る前に使いづらいなって思ったところをしっかり改善していきたいなと思ってます。ということで今日早速やっていきたいのは、もう運転中にね、本当にストレスに感じていたところなんですけど、走行中に引き出しが開いちゃう問題、こちらをなんとかしていきたいと思います。はい、北海道は結構山道走ってたんですけど、もう引き出しがガシャン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 ってなってね、すごいその気が散ってたんだよね。ね、ちょっと寿命縮まるって思ったガシャン、何なんかスプーンとかがコロ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 ということで、ちょっとね対策を考えたので、今日は回収 DIY をやっていこうと思います。はい、久しぶりの DIY 頑張るぞ。うん、ちなみに開かない工夫を何もしなかったわけではなくて、そうだね、一応ね、うん、こういうのをつけてたんですよ。ローラーキャッチなんですけど、これでいけるかなと思ってたら全然ちょっと弱かったんだよね。ね、ちょっと遠心力には全然勝てなかった。勝てなかった。この出っ張ってる部分が、うん、こっち側のローラーのキャッチの部分にはまって、ちょっとは開きにくくなるっていうものなんですけど、うん、そう、でもやっぱりこの物がいっぱい入って、そう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 、カーブの遠心力ですごい勢いでね、もうなって、そう、でも今ね、うん、お皿が揺れたと思うんですけど、うん、実はお皿にダメージは全くなかったんですよ。そうそう、ね、なんかもうお皿割れるんじゃないかって結構ハラハラしてたけど、あ、今の音絶対割れたとか思ったけど、ね、思ったけどお皿は全部無事でした。何強いんだね、お皿って。ねえ、まあでもこれをね続けてるといつか割れちゃうかもしれないので、うん、変えていきたいね。いや、これ開くよってぐらいの弱さだ弱くなった気がする何回も何回もガシャガシャやってるから ねそりゃ弱くなるわ、まあ一箇所だもん ねこんな重量と比較したら全然何の役にも立ってなさそうだよね。いや、もうほんと遠心力舐めてたよね、うん、まあ、こんなパカパカ開くような状態でずっと走ってるのは本当にちょっとストレスだったし、なんかもうもはや危なかったので、常にこのロープでここを縛ってました、うん、もう毎日、まあ、夜ここ使うから。そうなんだよね、毎日これをつけたり外したりしてたんだよね。こうやってぐる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 、もう手慣れたもんですよね毎回やってたもん、ね、毎回やってた。でこうやってこうやってで、今のまま走るともう全員が一緒にこう出てきちゃうから、ここに2人のリュックサックをポンポンって置いてね、そうそうそう、開かないようにしてたね。通路を埋めてた通路埋めてた、ここね、だからね、あの運転席側からこの部屋側に入りづらかったのもあるんですよ。もうよくないからどんどん重なっていってたよねちょっと一旦さ、うん、走りに行ってみる。あ、そうだね、どんな状況だったのかっていうのをお伝えしよう、一番見せたくない部分で、動画の中でもカットしてた部分なんですけど、ぜひ参考に見てもらおうと思いますビフォーアフターをしっかり撮るために、じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ外すね。ういっす、ういっす。じゃあ今ね、一応60キロ制限なんですけど、40キロぐらいで、うん、110なのか。じゃちょっとここを左に曲がってみる、うん、そうするとね、逆の遠心力の力で戻るはずだよね。そうそうそう、閉まってくれるんだよねだからさ、山道とかだとちょうどよくて、そう、右左って結構交互に来たりするから、うん、それでね、ガシャーンドン、ガシャーンドン、
した？ハサミが落ちてます。オーマイガー、危ない。こんな街中の普通のさ、減速したカーブでね、開いちゃう。感じると思った。あーねー、来そうと思ったよ。でも分かるよね、くる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 。戻りますか、じゃあ戻りましょう。十分な検証ができました ね。帰ってきた時の様子はこんな感じです。ハサミ、この辺ちょっとさ、掘ってなってたりするじゃん、絶対ハサミだよね。あ、本当だ、この穴、本当だ、本当だ。もうやめて、めっちゃ傷ついてるじゃん。でもね、いつもハサミだけじゃなくてさ、結構ねスプーンとかフォークも飛んでんだよね。そうなんだよね。あと今のカーブだとここの真ん中の3段だけが開いたんだけど、うん、結構ね山道だとこっちの左の、あ、こっちね。そう、これなんで今開かなかったんだろう。、ね、結構開くイメージあった。あ、でも3つに比べるとちょっと硬いのかも。こっちもね、急カーブの時には開くよね。で、この子たちが踊ってる。この子たちが落ちることはなかったね。うん、これしっかりね、瓶の形に合わせて設計してるから落ちない、落ちはしないんだけど。それはよかった。こんな感じでもう走行中にね、カーブ曲がるごとにパカン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 開いたりしまったりしてね。え、ちょっと信号のカーブでもあんなにひどいと思ってなかったね。なので、はい、ちょっとあるものを買いました。スライドレールです。で、このスライドレールがね、はい、何がすごいかってプッシュ式なんですよ。プッシュ式っていうのは押さないと開かないレールのことなので、はい、押して閉じた状態だと、まあすごい力で引っ張れば開くかもしれないけど、うん、多分ああいうカーブだと開かないものです。はい、ちょっとね、もうレールを取り替えちゃおうと思います。そう、もともとこれにしてればね、よかったんだけど。ねー、本当に。言うてもそんなに値段高すぎるってこともないしね。本当だよね。ね、プラス500円とかでこれ買えた。ねえ、なんで考えが至らなかったんだろうね。ちょっとケチってしまったために2倍お金がかかっております。じゃあこれを取り付けていきましょう。はい、あ、じゃあまず外していきます。はい、よいしょ、よいしょ。中身が入ってるからもう確かに。OK、取れた。よし、外すのすごい簡単だよね。うん、やっぱ扱いやすくはあるよね、今のやつ、うん、外された引き出したち。まずアルターを外して付け替えちゃうか。そうだね。おお、かっこいい。黒いね、ここと合いそう。ほんとだね。え、いいね、デザイン的に。うんうんうん、すごい。実際ここでやってみるとどんな感じなんだろう。うん、プッシュしないと開かないんじゃない。そうじゃん。待って、こんな感じなんだ。引っ張らないで。プッシュします。はい、プッシュ。おお、すごい、すごいすごい、すごい。ほんで、うん、入れる。なるほどね、引っ張っても開かない。開かない。すごい、めっちゃいい、ワクワクしてきた。早速つけてみよう。一番上一旦やってみる。やってみるか。一番上からやってみます。はい、よし。お、え、てか緩んでる。え、本当だ、うん、揺れる。え、やっぱ何回もガシャン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 されて緩んじゃったんだ、うん、奥側外れそうだもん。やば。こんななってたんだ、知らんかった。ちょっとずさんな施工ですね。久しぶりだね。ね、あ、取れた、うん、あ、OK。 うわー、センターラインある。天才じゃん。いいね、このラインでまたできたら、あっという間だよね、もしこのままできたら。あっという間ね、取って外すだけ。そう、うまくいけばいいけど。なんかちょっと振りを作ってるみたいで笑っちゃうんだけど。あっという間。そんなつもりはないから。
穴いっぱいあるから、うんうん、あ、本当 ずれる、うん、それよかった。ここも穴かぶなかったから。すごい、よかったね。はい、よし、じゃあ、ね、OK。おー、なんか順調順調。全部順調だね。フリポ。順調だね。順調。私何日かかかるのを想定してた。そんな。わわわわわ、失礼。このもともとついてたインナーも外していくね。うん、お願いします。なんかほとんど同じ形に見えるね。うん、ナイスです。腕は衰えてなさそうですね。本当ですか？嬉しいです。今外しただけだけどな。問題はこれからですよ。ですね。はい。はい、これに、うん、じゃあ新たにプッシュ式の方をつけていきます。はい、なんか大きさは同じぐらいなんだけど。なんか全体的にこっちの方が大きいんだよね。それがさ、うん、サイズ感的にちょっと心配。確かに。これ厚さとかどうなんだろうね。ほぼ一緒に見えるけど、うん、どうなんだろう。分かんない。とりあえずつける精神でいいよね。ね。何も考えてないけど。確かに。で、見よう。はい。ああ、な、一緒だね結構。あ、違った違った。あ、本当。大丈夫そう。あ、大丈夫そう。よかったよかった。大丈夫そう。よかったよかった。秋です。よし、センターからな。うん、OK。 OK。 OK。 逆をつけましょう。はい。OK。 OK。 もうついちゃった。ついたね。これでいけたらめっちゃ簡単、本当に。いけてほしい、いけてほしい。これでいけたらもうあとね、今日はなんかあと3回同じことを繰り返すだけだもんね。明るいうちに帰ります。入れますね、じゃあ。はい、お願いします。入るよね、入るよね。あ、入るかな。開けたい時は押してみます。うん、すっごい。できた。めっちゃ簡単に。すごくない？泣いてる。泣いてますか？泣きそう。マジすごい。やってみてやってみて。ちょっと感動的なんだけど。じゃあまず弾いてみるね。はい。あ、絶対これ遠心力で開かないじゃん。開かないよね。かなり強くない？かなり強いと思う。押します。はい。すごい。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。え、すごい。こんな商品あったの。たった500円プラスするだけで。やばくない？やばい。近くで近くで。おお、便利。すっげえ。なにこれ。うわあ、便利。すごいですね。え、本当に一瞬で終わっちゃったね。こんな簡単に行くと思ってなかった。ね、ちょっと全部直そう。ね、表紙抜けってこういうことやる。本当に。ね、なんかさ、実はこのレールの厚さがちょっと違うんじゃないかと危惧してたんだけどね。そうそうそう。ここの厚さによって引き出しのサイズを計算して作ったんですよ、これ。だからここのサイズが変わったから、もしかしたらはまんないんじゃないって思ったんだけど、ね、
全然大丈夫。ありましたね。ありました。ね、調整しないといけないかと思った。なんか1ミリぐらいさ、ここ、ミノ、ノミ、ミノ、ノミで削ったり。ミノ。あれノミ？わかんない。あのレールの部分1ミリぐらい削ったりしないといけないかなとか思って。あとちょっとなんかさ、あれだね、出ちゃったね。あ、ね、このさ、右の段はもう一度も出なかったからさ、変えないつもりなんだけど、段差が生まれちゃったね。ここはね、今レールは入ってなくて、ただ開く、こういう感じで、配線とか入ってるんですけど、まあこれをもうちょっと前にしたらいいのか。この子さ、なんかすっごい斜めじゃない？本当だ。なんで？ずれてるね、それも。本当だ。多分。あ、本当だ。傾いちゃってる。まあこの辺ね、いい感じに合わせてはいきたいね。うん。わ、癖でそのまま引っ張っちゃいそう。あとさ、こっち引っ張るのにこっちを押すんかい。いや、それね、こっちも変えていきたいね。ね、変えたいね。ちょっと今回節約しちゃったね。そうそう、うまくいくかわかんないから、とりあえずやばいとこだけって。思ったね、全部これにしたいね。なると、あー、なんだ、もう消化試合じゃん。やっていくか。やっていこう、全部消化試合。消化試合していくか。できました。やってみて。やってみる。もう勢いです。いいね。そして左も。おー。いいじゃん。あ、いいね。なんか、分かりやすい。しまった。分かる。OK。出た。すごくない？ちょ、すごい。いや、嬉しいね。なんかこのさ、外から見えないようにできたらいいなって思ってたんだよね。見た目変わらずできたのが嬉しい。そう、ね、なんかチャイルドロックみたいなのがたくさんあって、ここをとかにこうペタってやるみたいなのとかあったんだけど、それは外に出るからなーってなったんだよね。ね、ちょっともう暗くなっちゃったから明日、また走りに行こう。そうしよう。ちゃんと開かないことを確認したいと思います。はい。いや、なんかいいな、この空っぽの状態、懐かしくていいな。ねー、なんもない、作りたてって感じする ね。このレールいいね。ほんとノブとの相性が抜群。うん、かわいい。なんかおしゃれ。おしゃれだよね。うん。今日ずっとさ、いっぱい食べる君が好きっていうのが頭の中に流れて止まらん。なんで？わかんない。なんだっけこれしか。なんだっけ？わかんない。これ思い出せもしない。じゃあ、この辺も戻してちょっとか帰りたいと思います。はい。お姉さんの綺麗な足が邪魔です。めちゃ隠すやんっていう。あ、邪魔です。じゃあお疲れした。バイバイ。また明日。はい、荷物全部入りました。はい。このね、荷物が入った状態でもちゃんと開くかどうかしっかり試してみたいと思います。開かなかったら意味ないもんね。ね、重すぎて無理とかあるからね。はい、じゃあ開けてみます。はい。テレレンって言った人。誰ですか？おーしじゃない気がするぞ。え？何の通知も切ってない。私ですか？ごめんなさい。さっき外した時に解除されております。はい、全 100% 私だと思って見てきたでしょ。誰ですか？とか確認する気もなかったでしょ。おいおい。しないもん。そういうとこやぞ。やってまーす。おー、バッチリです。おー、いいね。おー、勢い、上すごい勢い。軽いからかな、やっぱり。ね、そうかもね。いや、しっかり開きましたね。ね、え、特に一番下とかさ、結構重いはずなのに。そうだよね。ちゃんと開いてくれてる。全然何の問題もなく動いてくれてる。おー、使いやすい。最後、左も開けてみます。うん、これ一番ね、難しかったところ。ね、開いてほしいです。いきます。おー、バッチリバッチリバッチリ。
チでよかった。ここね、初めちょっと髪合わせなんて言うんだろう、ネイルが斜めになったせいでね、なんか若干悪かったんだけど、動きが直して頑張って開いてくれるようになりましたね。よかった。じゃあまた昨日と同じコースを走ってみましょう。はい、行ってきます。行ってきます。開いといいね。これで開いたらどうじゃあ40キロでお願いします。行きます。感じるけどびくともしません。すごーい。おーすごーい。大成功。めちゃくちゃいいわ。安心感ね。ね。大事なことしなかったね。すごい。もう一回行ってみる。うん。行ってみよう。50ぐらい。はい、お願いします。50でもあとなかった。飛び出ちゃう問題解決やった。あっという間に解決できてよかった。いや、もうちょっと早く知ってればね。え、悔しい。費用もかさまずに済んだね。え、レール代ね、2.5倍ぐらいかかっちゃったね。これからキャンピングカーを作ろうって方は絶対にプッシュ式のレールを買ってください。はい、式番からのお願いです。お願いです。よろしくお願いします。お願いいたします。あとね、うん、もう一個大きい問題が残ってるんだよね。 それが、うん、電気が足りない問題ですね。もうずっと話してきてるあれ ね。もう何度も何度も言ってたもんね。そう、こっちに関しては棚は隠蔽してたけど棚は隠そうとしてたけどね。でも棚が結構早く解決したから、うん、電気にかける時間が確保できたね。確かに、しっかり考えて、うん、もう不便のない電気システムにしましょう。はい、はい、ということで地球番号快適化計画、はい、頑張っていきたいと思います、はい、今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。